こんばんは。ようこそ初耳階段へ。まずはレギュラーズの皆さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。そして本日もスペシャルゲストの方お越しいただいております。YouTube チャンネル不思議大百科より下駄花尾さん、お願いいたします。お願いします。お願いします。で、もうすごいのが、はい、今活動が多岐にわたっておりまして、ね、今先生の方もやられてる、まあ、先生というか、 なんか呼ばれることが多くなってきて。何が教えてるんですか？なんかまあ面白いなと思ったのが、葬祭業の専門学校のその先生方が特別講師来てくださいって言われて、でそれで本当非常勤講師みたいな感じで行って、要はその火葬場の人が話をするってないんですよ、葬祭業の学校でも。そう、現場の声というか。そうそうそう、だから現場の人みたいな感じで、まあなんかその特別みたいな感じで授業とかで1時間なんかやりましたね。1時間、授業で階段やったりするんですか？絶対しないですね。どんなお話、やっぱりこう自分が働いていた時にはこうだったりとか、そう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 、ご遺族の方に対する配慮の話だったりとか。そうそうそう、だから葬儀屋さんと火葬場で結構こういうトラブルあるから気をつけてねとか、遺族さん大体こういうところで悩んだりするからそこちゃんと聞いてあげてねとかいうのを、もう CEO みたいにこうやって腹立つなとか、あとは火葬場に直接をその呼ばれてなんか行くっていうのはありましたね。実際火葬場の方に呼ばれて、なんかすんごい、もう噛み砕いて言うけど、焼き方教えてくれっていう。それちょっと技術的なところ。そう、技術的なことで、あの結構例えば田舎の方とかやったら火葬場も一人でやってる子多いんですよ、はい、でその一人でやってるから教えてくれる人いない。なるほど。最初に引き継ぎの時に、まあ、先輩にいろいろ聞いてやるんですけど、そんなもん言うて1ヶ月2ヶ月のあれだけなんで、うん、そっから何年間もずっと一人だと分からないことがやっぱり出てくるんですよね。でそれでなんか YouTube であんのやってる人がおるっていうので、まあ、見てくれて、ちょっと下駄さん来てくださいって言われて、もう一回仮想の方法1からちょっとやり直してみましょう、見直してみようとか、うん、お骨上げの言い回しとかこういうのをしましょうとか、そういうのをやったりします。すごいね。さっきご遺族の方たちがこんなことで悩んでいますよっていう話もありましたけど、はいはい、どういうことで？例えば棺に副葬品って言って、おばあちゃん好きやったからとかってこう入れる、ね、まあ、ものを入れたりするじゃないですか、納めるっていうのは。あれとかも断り方とか。断り方。そうだ、例えばすごいね、まあ、この鉄製の、まあ、古い眼鏡とかやったらやっぱ溶けて骨についちゃうからお断りするんですよ。なんやけど、ダメですだけだったら人は納得しませんよ、うん、だなぜダメかを言いましょう。でそのなぜダメかっていうのは、僕は火葬場職人やから今から言います、骨につくからとか、第二道とか色がついちゃってとかいうことを説明するから、これを遺族さんに言ってください、そしたらみんな納得されますんでっていうのを CEO みたいにこうやって。CEO なんですね。めちゃめちゃいい話なんだけど、最後 CEO でちょっと鼻につくというね、はい、っていうような感じですね、はい、あでもなんかちょ授業参加したいぐらい魅力的な授業ですよ ね、ぜひぜひ1万円で、じゃあ1人1万円 で教えてもらえるってことですか？教えますから、1万円で、はい、じゃあぜひね。いや、僕はさっきから響さんがちょっとご遺族の方に見えてきてしょうがない。どういうことですか？素人で逆に見えてなったら、衣装のギャップがすごい。そうなんですよね。白黒でなんか着てるなっていうのは、ね、なんかショックなことあったんですか？なんか真っ白になられて。どうされたんですか？前からです。中級になったんかな。急にはやってない。あ、そうですか。あ、すみません。なんかそのお葬式に参列した2人と、うん、そこのなんか出てきた幽霊みたいな感じ。わかる？なんか。わかります。なんとなく。夢感ありますね。どうですか。一番ね、葬儀屋のね、はいはい、なんか火葬場の職員の方っぽくないですけどもね、はい、本当に素晴らしい方ですからね、うん、ちょっとなんかそういった話もね、また今後ぜひね聞かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。では続いてのコーナーに参りましょう。初耳階段ファーストテイクです。ここからですね、階段師の方に初出しの階段を一発撮りで披露していただく初耳階段ファーストテイクなんですが、本日階段を披露していただくのは下駄花尾さんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらの方に、下駄さん、そのステージでっていうのはこれ2回目ですかね、多分。じゃあもう特に緊張感もなくって感じですか？全然、はい、僕はあんまり緊張しないタイプなので、はい、このまま全然話させていただきます。確かに衣装の方もね、本当、はい、緊張感のない、コンビニに行くような感じで、コンビニ、いっちゃ動きやすい緩いやつね。ラフな
本日はなんとご本人持ち込みの初下ろしの階段を披露していただけるそうです。それでは下田花尾さん、よろしくお願いいたします。これですね、僕が今年お寺でちょっと階段話をしてくださいという、依頼がありましてですね、でそれで浜松のあるお寺に行ったんですよね。でそのお寺では、まず一番最初に落語家の方がですね、落語を話します。でその後に僕が階段を話すっていう、なんでこの落語界でいうと僕多分色物っていうんですよね。落語じゃない他のやつでお客さんを楽しませるっていうんで、階段をやってくださいと。でこの依頼っていうのがそこのお寺のご住職さんから、来たんですけれども、そのご住職さん、じゃあ階段ね、その興味もともとあるんですかって聞いたら、いやそれがねと、もともと一応こういう仕事というか、こういう身分ですから、幽霊ですとかそういったことをもちろんやっぱり考えてはいるんですが、ただ自分の中でこういうすごく不思議なことがあって、そこからものすごく階段話でもすごい興味があると。でそれで、今回下田さんは笠場職員もやられてたっていうので、それで読んだんですって、いうふうに言われたんですよ。あ、そうなんですかと。ちなみにじゃあそのご住職の中で、あれは何だったんだろうなっていう、その一番ショッキングなやつは何だったんですかって聞きましたらですね、今から25年から30年ぐらい前に、彼女さんがおられたそうなんですよね。でその彼女さんは京都市の市内で、仕事をされている。でお家はなんか実家暮らしで、信楽焼きの信楽ですね、滋賀県の。でそこなんですよ。で車でね1時間とか1時間半ぐらいかかるそうなんですけれども、その彼氏である自分が、彼女の、実家に遊びに行くときは、その京都の仕事場まで、車で迎えに行ってっていうことを、よくやっていたらしいんですよ。で、その日程が決まりましたんで、その日の夜にですね、彼氏は、その京都の、ところに向かいます。で京都の、仕事先に向かう途中ぐらいでですね、なんか全然こう車が、人通りがない、車通りのない道を走っていって、で、こうグーって言ったら青信号なんですよ。で青だからそのまま進もうとするじゃないですか。でそしたらそこの十字路の、一軒家が、ポツンとありまして、その一軒家の屋根からですね、上半身だけ出てる男性がいたっていうんですよ。でこれ一瞬のことなんで、最初のが飛び降りか何かかなと思ったらしくて、ブレーキ踏んで、でこう路肩にシュッて止めて、ふって見たらもういなくなってたそうなんですよね。後から考えたら、でも屋上天井にあれおかしいなっていうふうに思ってたらですね、前の方でガーンって音がするんですよね。でそれ何かって言ったら、自分のちょっと後ろを進んでた車がですね、そのまままっすぐ行って、次の信号、そこ青信号なんですけど、そこ渡ったところで事故して横転してるんですよね。っていうことがあって、何これなんかちょっと変な感じだなってことがあって、で、彼女さんの職場に向かいまして、彼女さんをですね、車に乗せます。で帰るんですけども、途中なんか山道らしいんですよね。いやでさっきさこんなことあってさとか、話をね、しつつも、そのまま帰ります。で彼女さんはなんか仕事が終わってですね、眠たくなっちゃってちょっと寝てたらしいんですよ。で、最後の最後にですね、こう横が川沿いになっていて、で道がねこうぐーっと U ターンする、右にぐーっと U ターンするような、山道の道があって、でそこを曲がったらあとはもう下ってすぐに道に出てくるっていうところらしいんですけども、そのいつも曲がるところがですね、なぜかその日はまっすぐ道があったんですよ。で、あれまっすぐ道があるなって思ったんだけれども、ダメっていうなんか声が聞こえたと、なんかわかんないですけど、でそれでそのまま一回車止めたんですって、聞いて止めて、あれこのまっすぐあれと思ってもう一回見返したら、雑木林で、その先多分もうぐーっとこう崖みたいになってるらしいんですよね。で今の幻覚一体何やったんやろ。でそしたら彼女が起き出して、どうしたのって、いや今の目の前に道があるように見えてって言って、見間違いじゃないのみたいな、そうだね、ごめんねって言って、でそのまま車をまた U ターンね、右にグーッと曲がる道、そのままガーッて進んでいって、ふっと見たら、そのご住職の頭の中にはですね、その雑木林の中にですね、真っ黒に焼けた車と花束が見えましたと。でも実際そこには本来ないと思いますんで、多分あれは何らかが私にそういうのを見せたんだと思うと、そういう、京都で、立て続けに変なことが2回起こったことによって、自分自身もそういう怪談というすごく興味が湧くようになったんですっていう話を聞かせてもらいました。ありがとうございました。
いやーご住職が25年前ですか、はい、そうですね25年から30年前って言ってまして、若い頃に体験された不思議なお話ですよ、ね、そうですね、その頃にもうすでにお坊さんやったと思うんですよね。あまあでもお坊さんだけどもやっぱ体験しないとこあんまりねピンとこないというのは、まあもちろん人間なんで、当然そうやと思うんですけど、やっぱそういう体験をされたからこそなんかちょっとまた自分の中のそのまあお坊さんとしての立ち位置というか考え方がすごい変わりましたっていうのね。その人も階段まあ好きなんですけど、やっぱねリアルな階段が好きらしいです。あ、うん、あのもう創作は私いらないんですと自分が体験したあれが何かをもうずっとそれだけを今追い求めてるっていうのを言ってて、まあ、だからこそなんかそのリアルな話をしてくださいって言われたから、じゃあもうめっちゃリアルなやつやりますって言って、でそのイベントでその落語みんな笑った後に僕出てやあの階段もバキバキのやったらあの3人ぐらい帰ったあの 怖すぎるまあでも住職はすごい喜んでますよ、ね、はい、バッキバキだったんですね。バッキバキのただすごいっすね、車運転してて、うん、なんかこう上に人が見えたからって止まったわけですよね、はいはい、そうです、そしたらその後ろ走ってた車がその後交差点突っ込んで、うん、まあ、大事故を起こしてしまう、はい、そうそう 青信号やったらしいんですよ。だから全然その車悪ないんですけど、横からバーン来て、まあ、要は深夜とかやったら結構ねなんかいるじゃないですか、そういう変な信号無視するような人とか、うん、それでもうバーンって言ってもう横転事故でっていうことになったらしい。だから止まったから、まあ、自分は事なきを得たけどってことですね。そうです。だからまあそれもだから助けられたのか、ただ変なものを見ただけなのかも、それはもうご住職は分からないというんですよ。分かんないけども、でもその後のやっぱりその普通こう右にグッて曲がる山道のところにまっすぐの道が見えて行きそうになったらしいんですよ。ああ、うん、そうかそうかそうか。うん、だからそれ考えるとやっぱりまあもしかしたらあの世のものとかそういうものって人に対して悪いとかいいとかじゃないんかもしれないですねって住職は言ってました。いや本当最近これ思いますよね、はい、うん、勝手にこっち側が、うん、あ助けられたんだとか、あ今命を狙われたんだって思ってるけど、実はこっち側の方たちって何も思ってなくてやってるだけって、うんうん、その可能性があるなっていうふうになんか思いますね、うん、なんかいろんな階段ね、千佳さん聞けば聞くほど特に何も考えてないんじゃないかって思ってきちゃいますよね、うん、どうでもいいっていう感じですよね、多分普通に何にも思ってないし、うん、でもあのダメって声をかけてきたのは誰だったんですか、ね、なんかねこれももう答え全然わかんないんですけど、住職さん的にはまあやっぱ自分がそういうあの、まあ、仏の道に入ってるもんですから、まあ、もしかしたらなんかそういう人が言ってくれたのかもしれないと本人は言ってましたけど、でももっと直前で止めてほしかったですねあのあと50メートル行ったらなんか変な道見えるけど、そこをあのちょっと行かん方がええで、そんなん言ってくれんそんな手前から言ってくれんなびてもうちょっと、もうちょっとかるね、確かにそれは本当思います。まあでもそうですよ、なんでギリギリやねんみたいな、ね、直前よりもね、そうですね、うん、でもあのお坊さんたちの中でも絶対に信じないっていう方もいれば、うん、やっぱりその修行中に体験される方すごく多いって聞くので、それで一度だけしか体験したことないけどあるんじゃないかっていう気持ちではいますって言ってくださる方も、全員否定される方もいますけどね、時々あのこちらのお寺でライブやらせていただけないですかって言うと門前払いで怖い話なんかないっていう方もそれは多分ねあのお化けを信じてる信じてないんじゃないと思いますよ。階段をしてほしくないと。そうですね、評判がよく悪くなっちゃうからっていうのは、ね、あでも難しいとこですよね。難しい。実は僕あれなんですよ、あの東京 の増上寺、大本山増上寺で、はい、あの年に1回階段で見てやらせてもらってるんですよ。増上寺すごいですよね、東京タワーの麓ですよね。あそうです、 ありがたいんですけど、あの不可思議和解っていうイベントやってるんですけど、あのそれは逆にあのお坊さんというか住職さんがあのちょっとこうコンセプト的に理解のあるというか、うん、あの不可思議って仏教用語らしいんですよ、うん、はい、だからやっぱり世の中には全て説明のつくことだけではないと、うん、そういったものの中に一つこう怪談不思議な話っていうのがあるんで、怪談あのぜひしてくださいっていうふうに言っていただいてやらせてもらってるんですよね、うん、だからあの仏教って、まあ、100% そうじゃないみたいですけど、その霊の存在ってなかなかこう本当は言えないらしいんですけど、うん、やっぱ不思議なものはあると、うん、いったところはあるんで、もしかしたらこう理解してるっていうか、そういうふうに捉えてる方もいらっしゃるかなと。もともとはねお寺でね子どもたちを呼んできてね、その階段を通して教育してたっていうね、そういうのもあるわけだし、あります、あります。あと三木住職みたいにね、まあこう階段を通して人々がこうどう生きたらいいかっていうメッセージをね、うん、っていうまあ活動もありますからね、うん、うん、
ただやっぱりあのお父さんね、住職というか、そうですね、まあ、元僧侶なんで、はいはい、元住職で僧侶なんですけど、やっぱ父親も小さい頃から不思議な体験はしてたんですけど、まだそのなんていうんですか、本当かどうかっていうのは分からなかったらしいんですよ、うん、で仏門に入って10代の頃に仏門入って、で兄弟子にあのコーヒーを飲みたいから、うん、熱々の湯を持ってこいって言われたんですって、うん、兄弟子に、はい、で分かりました言って、でどうやってやったらいいのやって、10代ですしちょっと台所の勝手とかも分かれへんから、まあ、小坊主時代ですよね、で、やかんじゃなくて熱々の鍋で沸かして、鍋で、でこの鍋をこの2階の兄弟子がいるところまで持って行こうとした時に、今朝長いじゃないですか、うわ怖い怖い怖い、階段踏み外しちゃうんですって、でその熱々の湯を頭からビシャー浴びたんですけど、無傷やったんですって、やけども一切なくて、なんやったらかかった瞬間にちょっと冷たかったんですって、何これってなって、いや俺全然やけどしてへんやんってなった時から、もうその霊感というか、うん、それがすごい強くなったというか、どういうこと、はい、だから分かるんです、仏門で修行することによって、だからそっから本当になんていうんですか、ちょっと仏門を信じるというか、はあ、はい、そう、不思議なことがあったから、それあったから、じゃあももさん、そこの階段で1回全部やらされする100回最後俺いないよ多分溶けてしまい、霊感目覚めるまで帰れまたいや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 、スパルタ教育みたいな感じですけども、でも何なんですかね、分かんない、その奇跡やったって言ってましたね、親父あれは、何でも分からない、もしかしたらすごく危険なことになってしまった、その瞬間守ってくれる存在が、はい、うわーって守ったことで、ね、一気にこう霊感みたいな霊力が引き上げられたみたいな、バチに入ったのか分かんないですけど、っていうのがきっかけやったって言ってましたね、やっぱ皆さんなんかそういうのあるんですか、きっかけあるんじゃないですか、多分、うん、こう実は怪談、本当にね、よく考えてもわからない、あれ何だったんだって話がたくさん出てくるのがまた魅力ですよね、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、まあね、今回ゲスト下田花夫さん来ていただいてますけども、はい、冒頭でもね話しました通り、はい、元、まあ、火葬場職員、はい、でね、ご本の方もたくさん出されてますけど、うん、今までこう変わったハプニングとか、うん、事件みたいのってあったりするもんなんですかね。ああ、あのね、ちょうどいいのあります、ちょうどいい、助かります、ちょうどいいの、ちょうどいいのちょうどいいですね、あのなんかね、その事件っていうか、まあ、ちょっとダメだよねっていうのと、ちょっと心霊っぽいの両方あるやつがあって、火葬場で、そう、ほう、これね、僕がその火葬場の話をしてる時にお客さんからこういう体験したんで、ただその火葬場の話としてするのか怪談と話するのかちょっとそれは分かんないですけど、でもこの話よかったらあのなんかお伝えしますんでって言われたのがありましてですね、それが、まあ、女性の方なんですけど、はい、その方のおばさま、おばさんが亡くなられたと、で、それでじゃあお葬式して、まあ、火葬してってなるんですけど、なんかそこの地域の火葬場、なんか一番遅い時間に行ったんですって、夕方の、まあ、時間でそこの火葬場に着きました、はい、でそしたら火葬職員さんがあの時間がもう遅いので、次の日の朝一で、お骨上げしましょうと、だから、まあ、今日のうちに火葬はしておいて次の日の朝一でお骨上げさせていただきますんで、そういうパターンもあるんですね、そういうパターンもあるんですよ、で、あ、分かりましたということで、まあ、その夕方親族はもうみんな一旦解散してお家帰って、で明日の朝またお骨上げしようねって言ってっていう話になってて、で、夜の10時ぐらいに、まあ、お布団入って寝てたし、その女性の方が、はい、寝てたらあの、まあ、夢枕ってあるじゃないですか、うん、でその夢枕っていうのがなんかその亡くなったおばさんがこう出てきて、はい、なんか寂しい寂しいってすごい言ってると、で、とでなんかみんなあのご飯食べてて私も混ざりたい、寂しいな寂しいなってなんか言ってると、あ、そうなん、あ、そうなんやって一応こう答えるんですけど、まあ、その夢の中でこうパッと目が覚めましてですね、はい、でなんかすごい夢枕みたいなと、でそのおばさんの方の、まあ、家族、まあ、すごい仲いいんですって、だから、まあ、仲良くなかったらちょっとあの寂しいって言ってたでとかちょっとあんまり言いにくいですけど、うんうん、まあ、でも仲ええから、だから、まあ、全然ちょっと、なんか出てきたから電話しようって言ってガチャって電話して、いやいやちょっとあんた聞いてよって言って、なんかあの出てきたよとか、なんか寂しいとか言ってたでとか言って、ご飯食べてとか言ったら本当にその家族その時間ご飯食べてたらしいんですよ、で普通なんかね、だいたい夜ご飯って6時7時とかね、はいはいはい、ですけど、ほんまにその日はやっぱそういうこともあったんで、バタバタしてて夜の10時ぐらいにちょうどご飯を食べ出した頃やったらしくて、で、まあ、それで、まあ、向こうの人、いやなんか不思議なこともあるもんねって言って、面白いねって言って、
でその次の日の朝にですね、みんなでお骨上げ行くんですよ、火葬場行って、でお骨上げ始めますって言って、でこう近づいたら台がすんごい熱いんですよ、なんかすごい熱いと。でそれで喪主の人がちょっと待ってくれって言って、これあの昨日火葬したと本当ですかって言って聞いたら、あの火葬職員嘘ついてたんですよね。だからあの前日に仮装してから、次の日にお骨上げって言ってたんですけど、前日も仮装せんとそのまま帰ってるんですよ。で次の日の朝一で仮装してお骨上げやってるんですよ、ね、でこれ何を意味するかって言ったら、その人仮装されずに炉の中でずっと一人でガンって閉じ込められてる。それでまあちょっとどういうことやねんということで、まあ、家族がすごい怒って、まあ、あの怒りすぎた一人はあの、まあ、夢に出てきたぞぐらいまでなんか言ったりとか、まあ、したらしいんですけど、それ今の職員さんいや本当すいませんでしたと。で、まあ、それで一旦収まったらしいんですけども、まあ、その寂しいとかも含めて、なんかいや本当にその中に入ってたからっていうのがなんかこう感じられてね、うん、あとその職員さんがちょっと怠慢やなっていうのも含めて、それはやっぱあの夜やったら帰るのが遅くなっちゃうから、まあ、その日は早く帰りたくって朝行ってやればいいだろうっていう、まあ多分そうでしょうね。まあその火葬場によってね、何時以降は火葬したらダメとか、ただ、ね、でもただあのやりますって言ってるんで遺族さんに、そうですね、うん、それはやっぱ嘘やと思うんで、ただでもそうは言ってもですよ、うん、もしその焼いたとしても焼かなかったとしてもですけど、うん、焼いたとしてもお骨になった骨をずっと中に置きっぱなしにして翌日までってわけじゃないですか。あ、そうです、それもなんか寂しい気もするんですけどね、うん、どっちも寂しいですけどね、そんなことってあるんですね。あることはありますよ、あんまないですけどね。だってやっぱり自分がもし焼かれる側だとしても、うん、で焼いてもらったですぐ うんね、お骨拾ってもらってっていう、うん、じゃなくてなんか一人になっちゃう時間だからそれもね、そういう火葬場の都合だけでもないというか、遺族さんの都合で明日にしてくれってこともありますからね、それはもう何とも言えないですけど、やっぱその時間にねご飯自分も食べたいってなるとやっぱり、そうですよね。ちょっとそれだったらあの一番良かったのは前日に火葬しないんだったらなんですよ、あの家に連れて帰ってたんですよ、もしくは葬儀会館でもどこでいいんですけど、一緒に入れたんですよその時間、ね、それを、まあ、入れなかったっていうのが、まあ、一番その遺族さんが怒るところですよね。そうですね、本当にならではの話でしたね。あの人気チャンネルが、ね、こうありまして、はい、あの不思議大百科、はいはい、なんですけど、呪物コレクターの田中俊之さんとね、まあ、もちろんやられてるわけですけども、田中俊之さん平野正門さんみたいな脳が入った田中俊之さん、ね、源義経みたいなね、まあ、僕の中でそういう方なんですけどもね、はい、その田中俊之さんと、はい、まあ、昼夜ともに一緒にいるわけじゃないですか、はい、ただと結果呪物も一緒にいるわけじゃないですか、どうなんですか、なんか変なこと起きたりとか、うん、なんかね、最初の頃ですよ、その田中俊之のごめんなさい、田中俊之さんで、そう、はい、その部屋で YouTube の撮影とかしてたら、結構やっぱその呪物部屋からなんかこうサッサッサッみたい なんか畳する音みたいなとか、なんかガタガタガタみたいな音があって、でその都度今なんか音してるでみたいな感じを動画でもやってたんですけど、めんどくさくなってきて、でも何も言わんくなりましたね途中で。別にもうそんなのはもう日常茶飯事だってことなんです。一回なんかその扉なんか襖がねさって開いたような音がして、で本当にこれぐらい開いたんですよ。で怖っと思ったんやけど、そのさっていう音入ってるかもしれんから取り直そうかって取り直しましたからね、もう慣れすぎて。もうええわこすような。そう。それを膨らましてとかじゃ、もうええもうええ。取り直したっていう。いやでもね、新人 YouTuber さんだったらもう大事件ですよ。つつい倒しますよね。何回も。めんどくさい。めんどくさい。川口やったら何回も話しますよ。イベントでね。もうそれがもう日常茶飯事ですね。はい。どうですか、なんか皆さんもね田中さんのこと知ってんじゃないですか。はい、なんか。あの方って、はい、もちろんああいう怪談も上手だし、はい、呪物もだし、あと可愛らしい一面もあるんだけど、はい、意外とこのなんか親分肌っていうか、はい、ちょっとこう男らしい一面もあったりしません？親分肌。なんか僕ちょっと感動したのがこの前ですよ。僕らあのバーやってまして、はい、でバーでね、あの生配信だったんです、その時。ああ、はいはいはい、で生配信してたらフラッとね来た田中のトッシーが、うんうん、バーに来てくれてご飯食べに来ましたって。うん、僕ね、あのいろんな人にバー来てくださいねって言うんですけど、誰かと一緒にこう来ていただいたりとか、うん、響さんもお越しいただいて、はいはい、ご一緒と来ていただいたりしていただいてるんですけど、トッシーそのなんか口約束で、うん、行きます行きますって言ってて、俺だいぶ前に言って忘れてるかなと思ったんですよ、うん、でもフラッと来てご飯食べに来た
っていうのがすげえ嬉しくて、普通なくないですか、ね、わざわざ、まあ、近所っていうのもあるんですけど、しかもその後、はい、急遽生配信にも出演されて、はい、キューバにね行ってたお話、はい、すごいこう、そうなんですよ、面白い話も聞かれて、詳しいですね、ねっていうぐらいの田中俊之さんが出演されて、はいはい、すごく盛り上がってっていう生配信を、はい、僕もちょっとなんか見て、あすごいな田中さんとか思ってたんですけど、はいはい、そのね配信してる日が12月の5日っていう僕の誕生日だったんですよ。そうだ。で僕はまあ自宅でね、あの子供をあやして、あーって思ってたら、急にあの電話が鳴りまして、はい、見たら大赤身ノブって書いてあって、はいはいはい、で見たらテレビ電話なわけですよ、うん、こっちもねパジャマに着替えて子供をあやしてっていう完全にオフの状態の時に、はいはい、あのこいつ電話して気合がりましておめでとうございます、主演さんおめでとうございますおお、ありがとうみたいな。ありましたね。子供はもう、はい、ミン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 パパミンミンミルクみたいな。あのお子さんのミンミンがすごい、うん、あのリスナーの方でドカーン受けて、周平さんよりもお子さんが笑いと受けてます。すごいですね。期待のね。でそんな中ね、頑張ってこうぼっちも話してると思ったら、うん、はい、というわけでありがとうございました、おめでとうございましたみたいな感じで電話切られて、はい。っていうね、あのだからそのなんでしょうね、今なんか思い出してなんかイライラしてきたの。何だったの、あの日のあの日の急な突然誕生日だったっていうのを思い出して、でもあの配信めちゃめちゃ盛り上がってよかったの、めちゃめちゃ盛り上がったんですよ、本当に、本当にさすがトッシーみたいになって、そう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 、さすがこう盛り上がって、うん、でさコメントがあったんですよね、そう今日周平兄やん誕生日だよってコメントが並んでいたんですよ、そうそうそう、ああ周平さん誕生日や、俺はって書けないといけないと思って、そうそうそう面倒だけど書けないといけない書けないといけないっていう、あとね子供もうここに抱っこしながらっていう時に、はい、なんかあの電話かけてきて、はい、おせえよみたいな、電話かかってこないよ全然みんなからとか言ったら、はいはい、人望ないんだよねみたいなことをね、パパは人望ないんだよねとかってすごい言ってくるけど、はい、あの子供の前でそれやめろよマジでなんか本当すいません、それはちょっとお子さん聞いてるからね、聞いてるから、はい、そうそうそう、まだ言葉わかんないから大丈夛かなと思ってやっちゃったんですけど、すいません、まあね、気をつけますね、振り込まれますからね、はい、あれ全部終わった後にね、あのね寝室の方のね、はい、奥さんの方からね、はい、うるせえよってね怒られちゃう、怒られちゃう、ありましたね、その動画まだアーカイブ上がっておりますので、よろしくお願いします、はい、いかに田中俊之さんが丁重に扱われて、はい、僕が雑に扱われて、そんなことはないですよドキュメントで皆さんぜひ目撃していただきたいと思います、まあ怖いですから、はい、何の話してんだよいやトッシーが、ね、素敵なね、そういうフラッと来てっていう約束を果たしてくれるみたいな、意外と男気あったりするんで、意外な目があるね、そうなんですよ、助っ人でね、モーモーさんがそのね、あのお母さんがね、調子悪くなった時に、はいはい、トッシー、うん、そういうタイプじゃないと思ったのに、うん、わざわざ電話くれて、ノブさん大丈夫ですか、行きますよみたいな言ってくれたりとか、すごい男気ありますね、うん、やっぱりそういうところあるんですか、そういうなんか一面というか、そうです、だから田中さんね、考えるのは苦手なんですけど、うん、その単純な何かできることは率先してやるんですよ、素敵、そう、だから、はいはいはい、ちょっとこうひねらないとあかん優しさってあるじゃないですか、はい、それはほんま無理なんですよそういう意味ではあるんですけど、だから分かりやすいですよね、はい、すサプライズとか苦手なんですね、サプライズが本当に苦手で、なんか気が利いた優しさはないんですよ、うん、直接的な、ただ直接的なやつはすごくやってくれる人ですよ、うん、じゃあもう大好きなんですね、終わろうか絶対聞こえてたすごい仲いいじゃないですか、めちゃくちゃ仲良くやってます本当にお互いなんかね、支え合っていいパートナーです、ね、ありがとうございます、これからもぜひ皆さん不思議大百科、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか、この番組ですね、皆さんからの怪談随時募集しております、もう個性的な怪談に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。